偶然かな第6話まで見たので、それの感想を話してまいります。このチャンネルではこのような情報も扱っています。チャンネル登録、高評価を賜りますと、新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、よろしくお願いしたい所存です。 もう残すところわずかで火曜には最終回となります。それが配信されるということであっという間に終わるということでありますけども、この間始まったばっかりで、もう最終回かというのが寂しくもあるような、そんな楽しいドラマになっています。 偶然かなはディズニープラスで配信されているので、よければご覧になってみてはいかがでしょうか。ちょうどお盆でもありますんでね、空、まあ、いた時間とかに見てみるのも、そこまで長いドラマでもないんでね、あっという間に見ることができるんじゃないのかなとも思いました。そんなわけで今回第5話、第6話を振り返ってまいります。 高校の頃は素直に思いを伝えることができなかったフヨンだが、再会後は恋心を抑えられなくなっていく場面が映されていました。第5話ではポーカーフェイスだったフヨンが本庶に猛アピールする姿がありました。そして第6話では両思いになった二人の甘い日々が描かれてもいます。そうなんですよね。もう、第6話のこの両思いになった ってからのこのこ展開がねまた新しいなということで、今までは少し控えめな様子でもありましたけれども、ついに今まで好きだったんだよと告白して、それでやっと言えたという状況になって、それによって態度が一変して、ぐいぐいと攻めている様子がありました。 これこそがジョン・ヒョプの本領発揮と喜んでいるチェストもネットを賑わせてもいました。やはり SNS などを見ると皆さん待ち望んでいた表情のようでもあります。そして本樹が交通事故にあったことや本樹の元彼、ファン・ジュノーの本格登場をきっかけに彼女への思いを強くしたフヨンと。 そうなんですよね。二人だけの関係ではなく、ここでライバル登場だというのがハートに火をつけたようでもありまして、それが行動にも映っているようでもありました。でも 元彼も一度は振ったというのがありますけども、どうやら病気になったのを引け目を感じたというか、彼女に遠慮してお付き合いを一回終わらせてしまったという、そういう事情があったわけで、元彼も色々と思い悩むものがあったんだなということが、ここで。 判明ししたたたののももああったんで同情するる場面といいううがねいくらかはあるようにも感じました最初登場した時にはね、それこそチャラい男だったのかな、こう振ったりとかしたくせにっていう、そういう見方をしてたんですけどもね、そういう事情とかが判明することでね、なんか可哀想だなぁなんてことをね、考えてもしまいます。それでも長い年月を経て思い直したのもあってか、彼女に対してアプローチしている場面 面がありましたそれでも新しい人が登場してしまったということでもう彼女としては気持ちがすっかり変わってしまったということででも少しタイミングが違うだけで関係を再開できたのじゃないのかなと思うとちょっと諦めきれてない彼の思いというのが見ていて切ない場面にも見えました。いずれにしても フヨンですよね。それまではポーカーフェイス気味だったが、第4話ラストでの突然のキスを境に積極的に気持ちを伝え始めます。続く第5話は、そんなフヨンが本樹にこれでもかと熱い思いをぶつけていく胸キュン回となっています。そうなんですよね。もう急に積極的になったというか、 ふざけたことはない。今も10年前も俺は君が好きだったし今も好き。この言葉を言うのにすごく時間がかかった。これから考えてみて俺たちが本当に友達なのかというね、これが直球告白で爆発力が凄まじいなっていう、それだけのね、まあ甘々な言葉という感じでもございます。今まで言えなかったものを急に言ったことでもう好きだーっていうのがね、ぐいぐいと来ていて、むしろ言われた側の 彼女が少し遠慮してるんだけどその遠慮している状況すらも利用するかのようなそんな勢いでのグイグイっぷりっていうのがまたいいんじゃないのかなと思いました冒頭で4話ラストのキスがリフレインされた後今も昔もお前が好きだと直球告白その後少しはにかんでやっと言えたと笑顔を見せるところまでを含めて完璧すぎる告白シーンが誕生したキスをきっかけに それまでのポーカーフェイスが嘘のように積極的になったフヨン。彼ぐらいのイケメンだからこそ許される仕草というかね、イケメン仕草ですね。うん、ここまでグイグイ行くのは、もう根本的にイケメンとして好意を持たれているのがいくらかあるからこそ許されるぐらいのすごいグイグイというのがね、見ていてもう爽快感もあるぐらいとも言えます。 家に帰ってからもキスを思い出し、頬が緩んでしまう浮かれっぷりで仲間たちと海に行くシーンでは運転しながら助手席の本寿にくるみ菓子を食べさせてもらおうと、あーん。 もうこのねあーんって口を開けて待ち構えているわけですよねネットの反応ではいつもは片手運転なのに本樹からあーんしてもらいたくてかここに来て急に両手で運転し始めてずるいカッコいいぞもっとやれなどという反応もありましたそうですねこのシーンとか結構ねしつこさがあるというかね最初はもう食べさせないよと言われているのにもかかわらずそれでもしつこく食い下がる よううにあーんとと待ち構えているといるねこのシーンでのメンタルの強さというか、あれだけ断られても、それでも行くっていうのが、もう彼女のことをそれだけ愛している表れともあるし、あれぐらい言ってる感じがまたたまらないとも言えます。 コテージに着くと、ここは片付けておくから釣りに行ってと進める本寿の手を握り、一緒に行こうと微笑みかけた。積極的になったフヨンに誘われるように、本寿も次第に素直に。コテージに二人きりになると、本寿がフヨンにアメリカに行かないでと沿っと。 とキスそのキスを受け止めたフヨンがさらに熱烈に唇を重ねなかなか素直になれなかった二人の思いが一つに溶け合ったということでねアメリカ行かないでと言った後にもう行かないって即答したっていうのが思いの強さが示されてもいました特にこの濃密キスシーンですよねネットの反応ではカン,フヨン腰掛け本樹が立ってちょうどいいバランスなのも最高だし 本寿からのキス後に。 少し微笑み、優しく首に手を添えつつ、しっかりハムハムするのも、言葉を失うレベル。光線が映像の綺麗さを増し、文句なしの素敵なシーン、フヨンイコールチェ・ジョンヒョプに、ますます沼落ち確定という反応などもありました。やっぱりこの、必殺腰添えの手で心拍すごいことになってるなんていう、そんな反応もありました。やっぱこの、キスシーンでハムハムいっちゃってるっていう ももみんな反応しててるるけどもこの腰に手を添えてるそれでこの身長差があるにもかかわらずそれをリードする男性が椅子に椅子っていうかまあテーブルに座ってそれでこの同じ目線の高さにしてからの腰沿いの手のハムハムっちゃうっていうもう何を言ってんだ私はっていうぐらいの慌てっぷりになっちゃうそんな濃密さがまた最高じゃないですかっていうねそういうものでしたねもう。 なんか、私だけが一方的に盛り上がってるけど、いいんです。もうね、最高ですね。これが、iW でも。甘いロマンス演技で視聴者を虜にしたジョン・ヒョプが、いよいよ本領を発揮した。胸キュン界に視聴者も大興奮。ボアのカン・フヨン・ジョン・ヒョプの良さが爆発してる。マンマとカン・フヨンに沼った。笑顔のジョン・ヒョプにニヤニヤが止まらない。の声が飛び交い、冒頭とラストで二度も甘いキスが映し出されると。 こんな濃厚なのに綺麗なキス見たことない。キスうますぎ、新たなキス職人の誕生ではの声で盛り上がってもいました。そうなんですよね。これが韓流ドラマならではの見どころというか、日本のドラマを見た人がキスがライトな感じが物足りなさを感じていたっていう、そんな指摘もあっただけに、これだけ濃密な感じがまたいいなっていうふうに思うようでもあります。 まあそれだけ5話がやっぱ濃密でもあったなってことですけど続く6話ですよね。両思いになった2人の甘い日々が描かれている本樹がそんなに見ないでと照れるほどじっと見つめたりお腹が空いてないと 食事の誘いを交わそうとする本寿に本当に腹が減ってるから食事に誘ってるとでもと畳みかけたり恋に一直線な不要いい本寿にのめり込んでアメリカに戻るのが嫌になったと勝手に辞表を提出するもそれが新たな問題の火種になっていくというのがね映し出されているようでもありましたビジネスマンとしてはねせっかくのビジネスチャンスがあるけどもそれを棒に振ってしまうというのがどうなのか ととと思ったら待ったらをかけたのが母親ということでねだから母親も悪役というよりかはまあ一理あるなっていう言い回しでねこの見ていて確かにお、ね、母親の言うことも、まあ、筋が通ってるなってことでこの理不尽なことを言ってるわけじゃないんだなってことですね。でねもうアメリカに行かないって決めたけどもそう一筋縄ではいかないのが身近な人の関係もあるからそこをどういう風に処理していくのかが見どころとなっていきそうと 言えそうです言うなれば、彼女との二人だけの関係ではなく、周りの人にもそれなりに配慮は行き届いている。誰しもが納得できるような、そんな答えを導き出してくれると、ドラマとしても心地いい視聴体験を提供してくれるんじゃないのかなと思ってるんで、どうなるのか気になっております。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。